サイクロンは、ノルウェーのブラック・エンド・デスメタル・バンド。1998年に結成され、2010年、解散。バンド名は、チクロンビートは、何の関係もなく、サイクロンという単語が、ノルウェーでは、サイクロンと綴られていることが、バンド名の由来である。エンペラーで活動していたさ、モスとタリムの二人で結成。当初は、エンペラーの楽曲をアレンジして、 ジャムセッションを行っていた二人がエンペラーがライブを行わなくなってきたためサモスが温めてきたアイデアであるサモスのデスメタル志向の楽曲を演奏するバンドとしてザイクロンを結成したザイクロンではサモスはザモスと名乗るようになった結成後ザモスがザイクロン用の楽曲を充実させるようになる2000年頃にマイクルスコグで活動しているデストラクターが加入 スリーピース編成となった。この後、ザモスとデストラクターを中心に楽曲を洗練させる。同年秋に、荘病ワッカーハウゲンをプロデューサーに迎えて、アルバムを作成。以降、荘病ワッカーハウゲンが、アルバムの音楽プロデューサーを務めるようになる。この時点で、正式なベーシストと、ボーカリストがいなかったため、ザモスがギターとベース、デストラクターが、 リードギターとベースを担当している。ボーカリストにはリンボニックアートの D ーモンがセッションで参加した。2001年にキャンドルライトレコードからファーストアルバムワールド・オブ・イ・ワームズをリリースしデビューする。デビュー後にエンペラーが解散しザモスとタリムはザイクロンをメインバンドとして活動するようになる。デビュー後ライブツアーを行う。この際にミュルクス・コグの セクトデイモンがセッションで参加しており、その後正式メンバーとして加入した。セクトデイモンの加入で、不在だったベーシストとボーカリストが補充され、ザモスとデストラクターがギターに専念するようになった。2004年にセカンドアルバムイオンをリリース。リリース後に再びツアーを行う。また、日本で開催されたエクストリームザドジョボリューム級にダークフューネラル。 ォートフォアと共に出演した。2006年にライブ DVD ストームデトネーションライブをリリース。同 DVD には2004年にパルティスンフェスティバルでのライブが収録された。また同年にはサードアルバムディスインティグレートをリリース。2010年1月解散を発表した。解散後の2010年7月に CD ボックスセットザ・ストームマニフェストをリリース。 同ボックスセットは、ザイクロンのファーストアルバムから、サードアルバムがセットになったものであった。正式メンバーではなかったものの、元エンペラーのドラマー、ボルドファウストエトゥンが、すべての作詞を担っていた。ありがとうございます。